なんか手つけ始めるとどのぐらい買い集めていいものなのか、ね、無限にありますよね、はい、何の世界も結構奥深いので、呼び出すとなんかいろいろ、そんなことやっぱ機材やばいっすね。いやでも本当その辺が機材が一番高いですし、はい、きりのない世界ですよね。すぐ100万、200万っていうと思います。行きますね、そうなんですよね。ちょっといいのにしようと思うとなんか跳ね上がりますよね、20万みたいな。そう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 、なんか量産されてるやつというか家庭用のやつだとなんか 2,3 万から、ね、はい、そこそこのものがあるんですけど、ちょっと欲を出してみたいな、ちょっとプロ仕様みたいにするともう一気に20万とか、ゼロ1個多いですね。多いですね。そう、すごい、いきなり変わってくるから、凝り出すと多分すぐに100万、200万使っちゃうなと。そうですね、沼でしょ。まあですね、もうどんどん底なし沼ですよね、はい、今力加減いかがですか。あ、大丈夫です、はい、もっと強い方がいいですか。それってどのぐらいなんですか。どうなってるか分かんないけど、あ、大丈夫かもしれないです。強めの方が気持ちいいですか。はい、あ、はい、てるからある程度圧入れた方が良さそうではあります。はい、あ、そうなんですね。はい、ここ奥にこういうなんかあります、ね。あるんですよ。はい、腰までもなんかこう不穏なもの感じますね。そうなんですよ、腰は結構なんか気持ちで、そういうちょっと休みなし生活に入られてどれくらいになるんですか。あ、でも多分どうですかね、まだ多分一月。あ、そうなんですね。それ前まではちょっとだけ休みがあった、はい、ちょっとでもそれもちょっとだけ、ちょっとだけ。そうですね。今は本当にじゃあ全然休みがないって感じ。そうなんですよ。1ヶ月休んでない。休んでないです。うーわー、それ辛いですね。辛いっすよ。それ辛いですよ。いや、もっと休みましょうよ。だから前からなんか結構、なんか前なんかサッカーみたいなやってて、その頃から、その頃だと特になんか感じで毎日、仕事で毎日休むみたいな感じだったんで、割と慣れてはいるんですけど、なんか会社行きながら動画撮りながら、あ、会社勤めされてるんですね。あ、そうですね。あ、そうなんですね。じゃあ大変ですね。じゃあ本来休む時に撮影をされて、はい、そうですね。で、会社帰りに編集されて。あ、そうそうです。マジっすか、はい、やだやだ。それは大変ですね。あ、作家みたいなことって会社員されながら作家さん。いや、前やってたやつですか。漫画上手なんですね。いや、上手ではない。いや、でも上手じゃないと、漫画家になろうと思わなそうですけど。漫画描いてたんですか。いや、描いてましたね。その時は、漫画家専門だったんですか。確かそうだと思います。すごい。アシスタントとかもやられてたんですか。やってないんですね。あ、そうなんですね。すごい。そこでなんか、はい、
毎日仕事毎日休みみたいなのしてたんで、うんうん、割といけるけど今きついみたいな。あー、でも漫画、どんな漫画描いてたんですか？え、そうっすね、はい、それそれは言わない方がいいやつなんですか？まあ、ざっくり言うと青年誌ですね。あ、そうなんですね。なるほど、なるほど。いいじゃないですか。いいんすね。そうなんですね。コメディも入る感じのですか？割となんか自由にやっていく。あ、そうなんですね。あ、そうなんですね。そのメジャー誌で載ってたんですか？メジャー誌、まあ、何をメジャーにするか分かんないですけど。そうですね。要は本屋さんに売ってる感じで載ってましたね。あ、すごい。すごいっすね。それは大したものだ。普通です。いや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 って。いやいや、すごいっすよ。ちゃんとそれで食べていけるって、すごいっすよ。うん、結局でも YouTube もあんま結構一緒かなとか思って。うん、そんなにちゃんと書けるのに、今その才能生かしてないんですか？あ、でもそれに近いその会社なんですね、はい、やっぱり。あ、そうなんですか。ああ、なるほど、なるほど。あ、なるほど、なるほど。ちょっとそれは生きてるんですね。あ、そうですね。いいですね。何しか知ってますけど、そういうの。まあ、雑誌。例えば、パリさんね、ワニマガジンとかコア、ワニ。どうなんだろう。なんか雑誌名で快楽天とか。はい。それ系で言うとなんか、はい、いや、LO ってやつがあって、あ、LO 知ってる。あ、LO 載ってたんですか？LO 載ってましたね。あ、すごい、私 LO 読んだことありますね。いや、なんか女性作家さんとかもいるじゃないですか。あ、そうです、結構多いですね。そうなんですよね、うん、私なんかちょっとあの切ない系のとか、はい、ちゃんとなんか面白かったりして読んでましたよ。もうちょっとだいぶ前なんで、ちゃんと作家さんの名前とか覚えてないですけど、割に何かその、なんだろう、あの、そういうのが入ってるやつでもそれぞれじゃないですか、そのストーリーが。なんかその鬼畜系のは好きじゃないですけど、ちゃんとなんか恋愛要素が入ってたりとか、あの、うん、なんかメッセージ性があるやつとか、はい、面白くて、うん、読んでたりしましたね。そう、LO 載ってた、すごいっすね。